つつみゆは、佐賀県佐賀郡久保田町出身の元プロ野球選手。宇藤左だ元妻は、タレントの木口彩や。流国校一年時から遊撃種のレギュラーに定着した。三年生夏の選手権佐賀大会三回戦で、佐賀北高に4-5で敗れるなど、在学中には春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会への出場経験はなかったが、 2011年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから6巡目で指名。契約金2500万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は62。オリックスバファローズ時代2012年は二軍生活に終始した。2013年はウアスタンディング公式戦でチーム最多の100試合に出場。フレッシュオールスターゲームに 同リーグ選抜のメンバーとして初出場を果たした。さらに、10月12日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、2番、二類種として、スタメンで一軍デビュー。10月13日の同カードでは、一軍公式戦での初安打、初打点、初盗塁を記録した。なお、シーズン終了後に、背番号を54に変更した。2014年は、 一軍公式戦5試合に出場。前年に続いて二類手としてスタメン出場の機会を得たほか、安打と打点を記録する。2015年は一軍公式戦5試合に出場したが、無安打でシーズンを終えた。プライベートでは7月に木口と結婚した。2016年は7月13日の対北海道日本ハムファイターズ戦六回裏に、 代打でギバを記録。そのまま、指名打者に入ったが、8回裏の打席で交代した。結局、一軍公式戦ではこの試合で1打席に立っただけで、10月25日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日に、NPB から、自由契約選手として講じ。NPB た球団での現役続行を希望していた、ことから、 2016年11月12日には12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式による6人の同種との対戦で、二塁打1本を含む5打数に安んだという結果を残したが、NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには至らなかった。2017年からは、社会人野球の三菱重工広島でプレー2021年からは、 三菱重工グループの公式野球部の再編により誕生した三菱重工イースト公式野球部でプレーを続ける。2021年シーズン終了をもって退部。左打ちで広角打法であるのに加え左翼方向へ強い打球を放てることが特徴。守備範囲が広く肩も強い。一方、走力の評価は高くない。 自身と同じ九州出身で、左打ちの内野手、川崎宗則のファンで選手としての目標にも挙げている。2014年のオフシーズンには、青東館での自主トレーニング中に、川崎本人と遭遇した。その縁で2016年1月には、川崎の自主トレーニングに参加している。高校2年に上がる前、監督の助言もあり、守備に自信を持てるようになった頃から、 プロ入りを意識するようになった。プロ入りが決まった後、母校の佐賀市立司祭館中学校に野球道具一式を寄贈した。秋田小町スタジアムで開かれた2013年のフレッシュオールスターゲームでは、球団側の手違いで、試合当日の7月18日に自分のユニフォームがスタジアムに届かなかった。そこで戸田亮のユニフォームを借りて試合に出場した。 6回表に、戸田が登板した際には筒美が三塁を守っていたため、グラウンドに全く同じユニフォームを着た選手が2人いる、という異例の事態に至った。筒美自身も6回裏には、先頭打者として、右翼戦へ二塁打を放ったことから、試合後に、戸田に借りを返せたと思います、というコメントを残した。主に東京で、芸能活動を展開していた木口は、 つつみより8歳年上で2014年春に知人の紹介で知り合ったことを機に意気投合。オリックスの選手として神戸市内へ住んでいたつつみとの遠距離恋愛の末に結婚へ至ったという。2015年11月14日に自身の公式ブログで結婚を報告した際にはつつみの人柄をとても優しくすごく支えてくれていますという表現で紹介した。 また、つつみへのサポートを最優先すべく、結婚を機に、関西地方で同居を始めていることを明かした。なお、2015年末には、つつみの地元、佐賀に近い福岡で、結婚式を挙げた。つつみが、オフシーズンにしか、佐賀時代の友人や恩師と会えないことを、木口が配慮したことによる。結婚直後は、2016年6月8日の深夜に、放送された。 ぐさっと、アカデミア中山&、林先生の女性に刺さる幸せ講義など、全国ネットで放送されるテレビ番組向けの密着取材を木口と揃って受けることがあった。2017年からは、包みの三菱重工広島入社に伴って、広島県内で同居。同年11月20日に第一子を授かった。2020年、木口彩と離婚。ありがとうございます。